では続いてのニュースは、じゃあ和也さんお選びいただいてよろしいですか。あ、僕ですか。いきましょう。はい、はいはい、そうですね。いかがでしょうか。あの富士池上市の番組、こちら百田氏八木さん。わかりました、はいはい、ではこちらね、はい、私ちょっとこの番組あの拝見してないんですけども、はい、百田さんがねツイッターでもご注目という、はい、いろいろ多方面からもお声が上がっているという伺ってますが、富士池上市の番組百田氏吐き気がする、どういった内容なのか深入りまいりましょう。今月7日フジテレビ系列で池上彰スペシャル、池上彰×子ども×ニュース痛快疑問に大人も納得スペシャルという番組が放送されました。これは子どもの質問に池上氏が答えるという内容で、その中で小学生が日本はアメリカのご機嫌取りばかりに見えるのはなぜと質問をする場面が放送されました。この件について作家百田直樹氏は10日に自身のツイッターで、見た、めちゃくちゃ気持ち悪い、吐き気がする番組、子役に台本を喋らせてやらせのイメージ操作、テレビ局はここまでするようになったのか、サンデーモーニングの方がまだ堂々としている分マシな気がしてくる、この番組を企画したやつを殴りたいとつぶやかれております。そういう場面がね、僕はまあ全部の番組見てませんけど、実はそのシーンはちょっとネットで見たんですよ、あれは和田さんご覧になりました。見ました、はい。あれ不快ですね。そうですね、まあ、最初からそこに誘導するために、うん、あの子供台本で言わせてるっていう感じですよね。まあ、あくまで番組の体としてはね、はい、まあ、子供、小学生たちを、まあ、中学生もったかな、まあ、多分小学生、小学生たちはスタジオに、まあ、70人ぐらい呼んでると、でそこで小学生たちに、自由に、ネットのニュースかなんかを見てですね、まあ、ネットで、ネットだけどテレビのニュースとかいろいろ見て、思ったことをこう感想にしてもらうと、でその、はい、彼らがこう自由に思ったことを言うて、でそれに対して、まあ、池上さんが、はい、感想を言うて、あるいは解説をする、あるいはその、こういうことだよというこういうニュース解説をするという、まあ、そういう体の番組らしいんですね。でそこで私がたまたまニュースで見たのは、先ほど今折島さんが言ってくれたように、はい、安倍総理はトランプさんのもうポチみたいなもんだというようなことを言ってるわけだけども、トランプさんの犬みたいなもんだと、で、だからあのうまいことね、これこんなこと言ってるわけ、トランプさんが校長先生だとしたら、いかにも小学生で言いそうなことでね、トランプ先生が、トランプさんが校長先生だとしたら、安倍さんは担任の平先生みたいなもんでって言って、でそれに対して、もう池上彰さんが、うわーって嬉しそうに笑ってね、あの顔嫌いだけど、笑って、いや、うまいこと言うね、もうこんな発想は大人には出ないね、子供しか出ない発想だね、って言うて、でまあ解説してるわけやけど、ところが、その質問、その言うた女の子は、実は、劇団の子役やったことが分かってね。そうですね。ほんでそれが一人が分かって、その後レッドミンがいろいろ調べたら、次々にあの時の番組出てた、出ていろんなことを感想してた男の子女の子は、劇団の子役とかどん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 明らかになっていて、あ、じゃあいわゆる仕込みというやつ、ね、と思われても仕方がない、僕は多分仕込みだと思ってるけど、つまり最初から普通の不特定多数の子供たちを読んだんじゃなくて、もう劇団でちゃんと喋れて、演技もできる子を読んで、おそらく、まあ、これはね証拠がないから、はい、おそらくとしか言われへんけど、最初から台本で、君はこれを言いなさい、君はこれを言いなさいと、こういうふうに言わせて役割を与えて、いかにも自然な子供たちの自然な感じのいうふうにやらせをしたと僕は見てます、うん、というかその後のフリップとか、その池上さんの解説を見ると、もうその質問ありきでのそのフリップとか、その画面出したりとかで作ってるので、これも最初から決まってたろうっていう、台本だろうっていう、はい、で最後にその劇団員の女の子がその最初のものに対して感想をじゃあどうぞって、こう池上さんか高島彩さんかが振って、あのこう忖度しないで、あの自分の意見をはっきり言った方がいいと思いますみたいな、忖度って、そのって言うんですか、小学生が本当に言ったんですよ、ほう、その劇団員の子が、もう劇団員劇団員だから、これやっぱもう予定調和でもう渡されてやってたんじゃないかなと、まあ、もちろん言い訳をか、あの政策が、まあ、政策側ね、もし言い訳するとしたら、はい、今の和也さんに対する言葉の言い訳とするとしたら、いや最初リハーサルやったんですと、はい、その時に出たんで、それでそのじゃあ本番でもそれ言ってくださいって、あとでそのフリップとか用意したという、多分そういう言い訳すると思いますが、まあ僕はもうテレビ制作として、まあ、僕の、まあ、テレビ制作40年やってますんでね、はい、まあおそらくやらせであろうと思いますね。でね、僕は非常に吐き気を思い出したっていう気分悪いのはね、これやったらあかんことなんですよ、
あの例えばね、僕はまあここでツイッターでね、サンデーモーニングより、まあ、サンデーモーニングはマシやって言ってますね。でサンデーモーニングはね、例えばそこに出てる連中いっぱいいます、はい、例えば青木なんとかとかね、菅なんとかとかいっぱいいます、あいつらね最初から頭おかしいねって言うからそのもうテレビ見てる時はあまたアホがなんか言うとるわやったもんでね、もうそのもう見る方も分かってるからもう、はい、そのもうむちゃくちゃやこいつはむちゃくちゃなやつやから言うとね、もうむちゃくちゃ言うともう、まあ、しゃあないでもらっとこね、はい、この池上さんの番組は普通の子供やという体をして素直に今の小学生はこんなこと考えるんですいう形でその台本を作って言わせてる可能性が高い。これはねもうテレビとしては絶対やったらあかんことなんですよ。どの子供が揃いも揃ってそういう流れってのは不気味ですよね。いやほんでね、そういうふうに見てみると、ただ大人が台本書いたと見ると、私先ほど言いましたよね、いやあのトランプさんが校長先生とすると、安倍総理はあの普通の平野先生みたいに普通の先生見えますというのがね、いかにも大人が子供に言わそうと思って作った台本でしょ、子供やからやっぱり学校みたいにことに例えたら子供らしいねというね、だからねもうその台本さ、あのねこれ台本書いて誰か知らんけどレベル低い、レベル低いよあんた頭悪いよ、うん、ちなみにこの日本はアメリカのご機嫌取りばかりに見えるのはなぜという小学生の質問には池上さんはどう答えてたんですか。知らんそんなん知らん。そうですか、そう、まあまあまあ、それで、まあ、今回 の、 この、池上さんの問題が大きくなった時に、はい、あのね、面白いことがあって、まあ、評論家で元あの官僚かな、その八幡さんって出てますね、八幡和夫さん、はい、八幡和夫さん、八幡和夫さんが、ツイッターでね、このこと書いてるんですよ、はい、フェイスブックですかね、あ、フェイスブック、ごめんなさい、フェイスブックでね、池上彰の番組から取材があって、はい、散々時間を取らされた後、スタッフがこう言った、向こうのスタッフがこう言った、池上の番組の方針で番組では八幡さんの意見ではなく池上の意見として紹介しますがご了解いただけますでしょうかと言われたので、断固私が言ったことを一切使ったりよく似たことを池上に言わせないようにと言って電話を切ったことがある、こんなのがジャーナリストのような顔してるのは分からないって、あのね、つまり番組のスタッフが八幡さんと電話して、いろんな話聞いてこういう質問してこうですこうですって、分かりました、その意見を八幡さんの意見じゃなくて池上さんが言うたということにしてもいいですかって、人を舐めてますよねこれ。そうですよね、だから百田さんにあのカエルの楽園の原案を聞いて、これちょっと私の意見としてカエルのパラダイスとして発売していいですかねみたいなそういうこう意思のね、うん、ほとんどね、しかも電話でいっぱい聞いてね、そうですね、そう、これ私の意見として、ほんでそれへえそんなことあったんかと思ってたら、はい、今度あの坂東忠信さん、まあ、この火曜日にも何回も来てる、ね、元警察官でね、はい、で坂東忠信さんがこれツイッターでね今度は、このこと言って池上彰さんのネタ撮り、はい、テレ朝から私にも来ましたよ、あ、坂東さんのところにも、テレ朝からね、簡単に言うと、簡単に言うとですね、はい、名前は出さない、つまり、坂東さんの名前は出さない、それから、坂東さんが出演するわけでもない、はい、でさらに坂東さんが話したことを池上さんが話すので、局に来て事前チェックしてほしいということでした。都合のいいことやってんなと思ったのを覚えてます。どこも同じなんですね、どなたに対してもね、今だからこれでミートゥー運動が起きてて、坂東さんも、はい、そうだし、あの、ね、あの何曜日ですかね、有本さんも、はい、私も同じような経験が、はい、有本香里さんも、はい、私もっていうミートゥー運動に発展してますから僕どもの経緯かなこれはちょっとその運動はね、あのねちゃんと拡大を見せていただいて真相が知りたいですね。あの池上彰さんというのは元 NHK の記者でね、はい、でまあ、NHK 時代に、子供ニュース人気番組があったんですね、はいはい、で、まあ、子供がいて、でお父さん役お母さん役がいて、で子供がテレビのニュースかなんか見て、お父さんこのニュース意味わからんとか言ったら、はい、なお父さん役、これお父さん役やってたのが池上彰さん、ね、よく覚えてます、でそれが、はい、子供に説明すると、そうでした、ね、でこれがすごい人気あったんで、で池上彰さんが NHK を辞めた後に、はい、まあ、いろんなテレビ局が、池上さん子供ニュースで人気あるし、で、まあ、ニュース解説そういうのうちの番組でもそんなふうにやってくれることで、で、まあ、いろいろ出て、まあ、ブレイクして、まあ、すぐ本も売れてないけど、しかしねこれ池上さんはだから
もう池上さんに聞きたいわ。その、あんたが作ってる番組のスタッフがこんな風に八幡さんとか坂東さんに電話して、でその意見を聞いて、でそれを池上さんこれ言うてくださいと、まあ、言うてます。でこういう裏の事情池上さん知ってばっかと、でね、今回 の, その子供のやらせ、まあ、ほぼやらせと思うけどね、こういうやらせも池山さんあんた知ってましたかと、僕は多分知ってたと思うけどね、もうそれやったらねもう人間のクズですわほんまに、はい、これ昨日 J キャストニュースかなんかに、うん、池上さんにこう取材したっていう、そのコメントがあったんですけど、いや私はやってませんと、いうことを言ってて、ご存知じゃなかったっていうことですよね、これはなんかあの確かこの番組でも取り上げてましたけど、官僚の逃げの答弁と同じなんじゃないかなっていう、私は知りません、官僚とか、まあ、あの政治家の秘書がやりましたとか、いや仮にねこれ、まあ、100歩譲って池上さん何も知らんかったとしたら、あんた単なる操り人形ですよ、自分の意見何もないんですよ、あんたの意見はそうやってスタッフがいろんな指揮者に電話で聞いて、それをこれ言うてください言うて言うてる、まあ何ですかそれ、もう自分の意見何もないじゃないですか、はい、ですよね、そう、まあ流されないですよね、ありがとうございます。